FW 大迫勇也、27、のケルンは18日に敵地で FW 武藤義則、25、の、ファインツと対戦、W 杯に向けた日本代表とはまた別の戦いが再開する。大迫は日本代表では、すっかりセンターフォワードとして定着。10日のブラジル戦、14日、日本時間15日、のベルギー戦では得点こそならなかったが、ポストプレーなどでチャンスを作った。2連敗に、本当に、ゴール前など、最後のちょっとしたところで差が出たかなと思います。世界トップ級の強豪相手に学んだことも多いはずで、それをクラブでのプレーでも活かしたい。写真、ベルギー戦、CK からゴールを狙う大迫。大迫はケルンで今季リーグ戦11戦中10戦で先発も、ゴールは10月1日のライプチヒ戦の1点だけ、それも試合には敗れている。昨季5位のチームもここまで2分け9敗と1勝もできず、最下位に沈む。そんな中、10月25日のドイツ杯ヘルタ戦は3-1で勝利。今月2日の欧州リーグのボリソフ、フェラルーシ、戦では大迫の2得点1アシストもあって、4-2と勝って上昇ムードになりつつある。ファインツとは5月の昨季最終戦で対戦し、大迫は1得点1アシストと2-0の勝利の立役者になるなど相性もいい。18日は今季初白星のためにも、ゴールでチームを引っ張る。ファインツ FW 武藤は今季11戦すべてに出場、うち9戦で先発とチームに定着した。すでに3得点を挙げたが、すべて9月でそろそろゴールが欲しいところだ。昨季は故障で離脱した期間が長かったが、今季は順調そう。ただ、11月の日本代表2戦では出番なし。現在マインツは13位。昨季は終盤に残留争いを味わっただけに、早期に安全圏に入りたい。